今日のヒーロー WBC 初ホームラン大谷翔平選手です。日本中のファンが待ちに待った WBC 初ホームラン、大谷選手感触どうだったですか？まあ、貴重な先制点だったので、早く一本したいなと思ってましたけど、いいホームランだったなと思います。初回チャンスで回ってきた打席でした。どんなことを考えながらバッターボックスに向かったんでしょうか？もういきなりチャンスできたので、なんとか、まずつなげることを考えて打席に立って、いい角度で上がってくれたので、入ってくれという感じで見てました。大谷選手が打球を打った後、しばらくその打球の行方をバッターボックスで眺めていましたが、どんなことを考えながら打球を見てました？引っ張った打球はあまり上がってなかったので、久々にいい打球を打てて、いい景色だったなと思います。大谷選手、これまでファイターズでもそしてメジャーでも数々のホームランを打ってきましたが、 WBC での1本というのは何か印象に残るものになりますか？そうですね、子供の頃からずっと夢見てましたし、本当に早く打ちたいなと思ってたので、なんとか1本打てて、また次の試合以降も打てるように頑張りたいなと思います。今日の初回もそうでしたが、1番ヌートバー選手、2番近藤選手と、とにかく大谷選手の前に塁に出てチャンスを作ってくれます。2人の存在はどんな風に感じてますか？もうほとんどの確率でランナーがいる場面で回してもらえているので、もう自分の仕事としては本当に返すことを意識して打席に立ってます。大谷選手、これで1次ラウンド4試合通して打率5割、ホームラン1本、打点8、出塁率は7割近いアベレージです。ご自身の今のバッティングの状態というのはどんな風に感じてますか？本当にバリエーション豊かな投手というか、本当にいろんなタイプの投手がいて打席に立たせてもらっているので、楽しく打席に立ってますし、本当にいい打撃が続いているので、明日以降もまた調整しっかりして次の試合に臨みたいなと思います。そしてここまで4試合バッターとしては3番バッターになってますが、日本打線、仲間の存在はどんな風に感じてますか？本当にどこからでも点数取れますし、ピッチャーも本当に粘り強く投げてくれているので、本当にいい試合が続いているなという印象ですし、また次以降強いチームが待っているので、気を引き締めて頑張りたいなと思います。それでは最後に、これで侍ジャパン4連勝、戦うごとに東京ドームの歓声大きくなっているように感じます。大谷選手、今日の東京ドームの歓声の大きさは満足だったんじゃないですか？まあまあでした。それでは最後に、チームを代表して次の戦い準々決勝へ向けて意気込みをお願いします。少し多く挟みますけど、まだまだ気合い入れて優勝目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。今日のヒーロー大谷翔平選手でした。大きな拍手をお送りください。